これは東京都水道局の設備ですね。ここにも水門がありまして、この水門から水を取って、そして多摩湖の方に水を送っております。いわゆる村山貯水池っていう、そういう貯水池がありまして、そこに、ここから水を送っているということです。あそこが水門のようですね。あそこは水門ですね。まだまだ道は続きます。この遊歩道はずっと歩いていくと富士山の方まで行きます。この辺になると、上水の水がだいぶ減ってきますね。先ほどの水門でかなり水を取られたせいです。だいぶ浅くなっております。今上流に向かって撮影しています。向こうの方に見える山は草花丘陵です。カモなんかもゆっくり泳いでますね。